はい、ともくんチャンネルです。はい、今回も富士見さんの観光バスですねの日野の、セレガスーパーハイデッカっていう観光バスですねを制作してます。で、今回は、シャーシの方の色とこの観光バスのねボディの屋根の部分とかの色ですねを拭いて、内装の色も拭いてみました。で、あと内装の色を拭くのはね、座席のとことかですね。で、あと冷蔵庫ですねとか、まあ細かい部品なんですけど、そこはまた一つずつ、色分けをして、組み立てていこうと思います。で、座席なんですけど、何個か普通に作って、やりますが、ソファーみたいな感じでね、ちょっと普通の観光バスじゃなくて、高級感がある、ね、ソファーを置いたりとか、テーブルを置いたりとか、そういう感じの内装で行きたいかなと思いますんで、ソファーとかは僕が、プラ板とかね、100均のものなんですけど、スポンジとかね、そういう感じで、はい、作っていくか、いこうかなと思います。ちょっとしたね、花柄っぽいような布とかも買ってきて、ちょっと加工してね、作っていきたいと思います。何個かはこの座席ですね、部品ついてる部品で、やっていきます。はい。で、少しね、メーターのとこデカールを貼るのはそんな難しいことないんですけど、このダッシュボードですね、はい、ダッシュボードもこんな感じで今は部品つけてます。で、色分けもしてます。で、これは、黒色ですね。黒色というか、ガンメーターの色で、ちょっとラップ塗装みたいに、ちょんちょんちょんとつけて、シルバーをね、つけて、そこから、クリアレッドを2回ほど拭いてます。はい。こんな感じです。で、またね、この今シルバーの部品のとこですけど、そこもね、ちょっと色分けをしてみたいかなと思います。これをね、シルバーのとこの部品をね、色分けするのを、はい、忘れてました。はい。で、またこれからちょっとね、こんな感じのラップ塗装みたいな感じで、色分けをしてみたいと思います。トラックとかでもね、内装とかでも金火山みたいな感じで、布っぽいような方をつけてますが、そんな感じに持っていきたいかなと思って、ちょっと僕ではね、こんな感じのラップ塗装みたいな感じで金火山っぽいような感じにしてみました。はい。で、内装の屋根のとこですね、はい、内張りの屋根のとこですね。これも、部品ね、ここの、エアコンで、クーラーヒーターが出てくるとこですね。とか、ライトがついてる部分ですね。それはもう両サイドにもうつけました。はい。
で、これも屋根の部分もラップ塗装で、クリアレッドを拭いてこんな感じの色にしてます。まあ、ここのね、前側の部品っていうのはまだつけてないんですけど、はい、とりあえずこんな感じでクリアレッドのラップ塗装ですねをして、内装の屋根の方はこんな感じでなってます。はい、まあ、ここのね、エアコンの吹き出し口とか、ライトのとこですねっていう部分はちょっと筆でね一つずつちょっと色分けをまたしていきたいと思います。はい、で、前回紹介した時にはシャーシはね、シルバーだったんですけど、今回これ、ガイアカラーのプライマリーメタリックレッドを拭いてます。はい、で、ちょっとねプライマリーメタリックレッドだったら 2,3 回拭いてもね、ちょっと薄いかなとは思ったんで、その前に、シルバーですね、前回紹介した時のシルバーの上に、クリアブラウンを拭いてます。はい、でそこからクリアブラウンを2回ほど拭いて、まあ軽くですけど拭いて色がついたかなって思ったら、乾かして、プライマリーメタリックレッドを 2,3 回拭いてます。はい、これがエンジンのとこですねになってます。はい、これこちらがリアの方ですね。で、こちらがフロントの方になります。はい、ホイールとかタイヤをつけたらこんな感じになります。はい、これがリアの方ですね。で、こちらが運転席側っていうかフロント側ですねになります。はい、まあ、ちょっとね、まあこんな感じで僕もメタリックレッドを拭いて、こんな感じになったので、まあ良かったかなと思います。はい、ちょっと迷ったんですけどね、メタリックレッドを拭くか、ガイアカラーの銅紫でメタリックパープルにしようかちょっと迷ったんですけど、まあ今回はこちらのメタリックレッドの方を拭いてみました。はい、でちょっと一番ね、でかい部品、はい、今のところここ、はい、ここから上は、まあ屋根がね、屋根のとこと、まあフロントの真ん中ぐらいまでっていうのは、プライマリーメタリックブルーを拭いてます。これもね、これは白色ですね、前回紹介した時のファンデーションホワイトですねの上に、メタリックブルーを拭いてるのでこんな感じにはなってます。はい、で、フロントは
ここぐらい、真ん中ぐらいなんですけど、それが、斜めにだん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 上がっていって、リアはここら辺ですねに持ってきました。はい、これはね、この部分はまたね、ちょっと色を拭き終わったら切ります。はい、この部品は、部品っていうか、これはもうランナーなんでいらないです。はい、でまた次回とかやったら、ここからこの半分ぐらいまでですね、で斜めに色をまた持っていって、でそれが乾いたらまた半分から下ですねの方を色を拭いていきます。まあ次回とかはね、ちょっとマスキングテープとかで養生したりとかして、真ん中の方の色で、やってみたいかなと思います。まあグリーンですね。まあてっぺんが青色なんで、真ん中がグリーン系か、まあ緑系かですねにしてみたいかなと思います。で一番下がまあ薄い青色かなと考えてます。青色かまあ黄色か、まあそんな感じで3色ぐらいですねに色を持っていきたいかなと思ってます。はい、これね、椅子置くとこ、座席を置くとこの内装ですね。はい、もうこんな感じでラップ塗装で、クリアレッドでラップ塗装してます。はい、また次回ね、もうちょっと色分けして、細かい部品とかね、ちょっと座席何個か作って色分けをして、ちょっと置いてみたいかなと思うんで、またよかったら見てください。はい、それでは今回はこんな感じで、またね、観光バスの日野のセレガハイスーパーハイデッカっていうのを僕は自分のね、オリジナルで作ってますので、よかったらまた次回の動画も見てください。はい、それでは今回はこんな感じで紹介を終わらせてもらいます。次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それではバイバーイ。